みんなさ、ウセとポンとネイのさ仲良しエピソード聞きたい？っていうか話していい？こないだね、言ってなかったんだけど、こないだすっごい弾丸のガチガチ日帰りでさ京都行ってきたのね、ノリで。突然夜行バスで配信とか全て終わった後に行ったんだよ、京都に。急にね、お金なかったからさ、まあいいや夜行バスでって言って行ってきたんだけど、前日にね、ポンとネイにてか前日に決めたんだけど、前日の昼か夜に明日暇って聞いたのか、暇よって言われたから、ねえ明日お店京都に行くんだけどさ会わないって言ったの。そしたら、ええよって言ってガチで来てくれた。なんならもう家出る直前ぐらいに急に声かけたわけで、来てくれた。そしたらさ、夜行バスだったからもう朝から京都にいたんだけど、まあちょっと遅れてというか昼過ぎぐらいから合流したんだけど、そう、むせは会えました。いや、あね、結構時間かけて来てくれたと思う、多分。そう、兵庫からわざわざちゃんと時間かけて来てくれた。マジでそんな時間なかったけど、急に夜行バスで行って急に行って帰ってきた。京都に何しに行ったの？え、わかんない、店が急に、え、ダメだ、東京じゃない店が今いるべきところは京都だって思って急に京都にただ行った。観光したよ、清水寺とか行ったよ。で、わーってやって、でも配信しなきゃーわーと思ってたけど、でも京都に行く、わーいって言って行ってきた。チャラチャ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 ラチャチャチャラチャ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 ラチャラ